装置は、日本電機が製作するレーダー。後に、地上レーダー装置1号と解消した。敵人員、海上目標などに対する地上監視用レーダーとして、陸上自衛隊で装備化されており、73、式中型トラックに搭載可能な j t、PS、p s p 1 1と、82、式式通信車ベースの送輪走行車に搭載された j t、PS、p s p 1 2がある。 また2007年からは、プラットフォームを高機動車に変更するなどした、地上レーダー装置1号、JTPSP-23 の配備が開始されている。71式地上レーダー装置、JTPSP-6 の後継として、技術研究本部で開発され、1986年度に正式化された。主に気候化に配備されており、地上においては、車両、 人員などの移動目標を会場においては船舶の動きを監視するために使用する。下記のようなサブシステムから構成されており、j t、PS、p s p 1 1では73、式中型トラックに搭載可能なシェルタに、j t、PS、p s p 1 2では82、式式通信社ベースの送輪装甲車に収容されている。空中線部は支柱上に、 方形のアンテナを装備した構造となっており、動作時には支柱を伸ばすことによって、アンテナを4.5から7.5メートルの高さにまで上げることができる。これにより、車体を物陰に隠蔽しつつ、監視を行うことができる。また指示制御部は、車両やシェルターから50メートル以上離した位置に置くことができる。ありがとうございます。